ていい？ちゃんちゃん、これ何ですか？貝です。隠さない。待て、これね、入れないで。ちょっと待ってね。2、3、4、これサザエの貝やん。これ金持ち。100。何？貝の貝のパラ。2トンか。2トンじゃない、2トリだわ。そうそう、2トンやった。2トンってどの重さよ。1トン以上2トン。お値段以上に2トン。皆さん、こんにちは。カノーです。はいです。はいです。はい、今日はなんですけど、撮影っていうか、ちょっと欲しいものがあったので、いろんな店回りたいと思います。はい。まず一番最初は2トン。もう一回。こちらは緑。はい、緑になります。あのイーバルの棚にちょっと置く雑貨が欲しいので買いに来ました。じゃあ行きましょう。まず、はい、ゴー。あのお父さん、右足と左足靴違うよ。ファッションやん。すげえな、ファッション。だって右と左の違う靴下の子めっちゃいるよ、保育園に。だからさ、あの洗濯出す時にさ、これってこれペアだったっけとか言って。それはまた別の問題ですね。30じゃなくて、奥が57センチいるんだよ。奥行きは逆なのだよね。横が広いのはあるけど、奥が広いのはないな。はい、ということで、ニトリではちょうどいい収納がなかったので、もう一つ、はい、カノさんのお椀を買いました。カノメガネ買いたい。うん、見に行きましょう。やばい、もう実手とかもう嫌や。3ヶ月連続手とかマジ信じられないね。そう、逆して言うのやめてくれよかな。実手、実力テストって言えよ。いや、めんどくせえ。みんな実手や。実手でいいよ。ママも実手で。あ、でもさ、略すのやめてくれよかな。何で、パーソナルコンピューター。リモートコントローラー。お空見える、お空。カレーライス。ママ。はい。雲の上、ね、わたあめ見えた。ほんとか。ほんとか。言うな。海。ほら、海よ。海じゃねえ。川だよ。海。川。海と川の区別がつかないね。陸人ね。はい、次。100円ショップに来ました。はい。ちょっとね、買いたいものいくつかあります。あやさん、まずご飯の箸。はい。かのさんは何だったっけ？あ、ストロー。と、コップ。コップ。牛乳飲むコップを新しくしたいの。私はね、こういうのはね、メガネ。メガネ、メガネあるかな。お菓子コーナーでしょ。うん、はい、じゃあ見に行きます。レッツゴー。気満々だって。あれ、財布持ってった？もうじゃないよ。行く。そうだ。そうだ。そう。ほんとプール用のメガネやな。違うな、かんちゃん欲しいのよな。あ、あった。ほら、カメラ型のシャボン玉。ここ押すとタパ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 って出てくる。一時期有名になったね、これね。これ見て、ファイルさんで、かんちゃん違う、ハンコが欲しいの。ハンコ、マスクにね、ハンコ押すのにハンコ。あ、あとテープ、テープのり。こっちにしましょう。パパ何食べるんですか？うん、食べてみたかった。かちゃん何買ったの、見せて。はい、ユニコーンのコップ買いました。あ、私も食べさせて。人の、その手は何？あ、いい人の。どう見てもいいんだよね。俺も。車の中ポロポロこぼさないでくださいね。僕も。あやさんは、これボカロ？うん。どうかな？かわいい、かわいい。一瞬殺され誰かわからなかった。ちなみに他の100均で買ったものはこちら。
これあのトマスのキャンディーなんですけど、チューイングキャンディー。この中の包み紙を今集めてるんですよね。これ新しいシリーズになって、まだ足りないのがあるので集めてます。つなげるとね、あの電車ごっこして遊べるんです。で、あともう一つが、まだいっぱいストローとかも買ったんですけど、これ。これはね、あの、カモンさんのね、保育園用のマスクにね、私のですっていう証明をするためのハンコです。白いね、不織布では、ちょっとね、あの、味気ないので、スタンプをしてるんですよ。で、今まで猫ちゃんをしてたんですけど、次からちょっと、隅っこ暮らしさんをしたいなと思って、買いました。カップーカップーカップーそれ、牛乳のコッペでな、カンちゃん。リンゴジュースのお客様はい我が家恒例マクドナルドタイム。私は食べる。私食べる。ミニーが注文したんやって。あんなの注文できない。これ注文時分かったよ。何でも注文できる。ちげえだろ、うん。しっかりさりげなくでかいの頼んだろか。パパなんてエースのちっちゃいやつや。もうお腹すいた。はい、負けるな。テリヤキマックバーガー。負けない。食べたい。マッちゃんが食べたいって。みんなでしよう。僕もね。ダメ。あ、それみんなのよ。うちね。照り焼き屋で辛くないかな。あ、勘弁したの。なかったこと。うん。あ、わかった。食べたい。そう、すぐに前に出たわ。別に結構高かった。やないと。食べた。助かってよ。大丈夫。パパ一口しか食べてないけど。俺一口。一口行ったの。一口食べたいんけど、あと誰か処分してくれけど。これさ、多分視聴者様さ、一個じゃなくてもうちょっと変えようって言うと思うんですけど、夜ご飯食べなくなるんですよ。はい、ラストの店来ました。もう最初から言ってる通り、カノさんが欲しいお菓子、メガネがあるそうなので、ちょっと探していきたいと思います。はい。あとママもどうしても欲しいお菓子があるのでちょっと大量に買ってきます。あ、わかった。何が分かった。最近ドハマりするお菓子です。近くのスーパーに売ってないんだって。わかった何か。入ってきまーす。はい、帰ってきました。はい。カノさんの欲しかったメガネはどういうメガネですか？うん。はい。こういうメガネですね。やっぱこれやんか。ママ欲しい。はい。で、ママが欲しかったのはこれです。やっぱりな。これね、駄菓子系であるんですけど、ここね、何ヶ月ぐらい ?1 ヶ月やね。めっちゃハマってて、買ってます。ほんとこれ四角いやつに入ってんだよね。やけど、それよりか、こっちの方がいっぱい入ってるので、これ。はい、ということで、今回の買い物無事全部終わったので、お家帰ります。明日早運動会頑張ってください。はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ママが食べたいね。カンちゃんしょうがないママの必殺技を。お口の周り拭いてくださいね。